大きくなってるね。今度1年生、今度。マスカイ。おはよう。はい、どうも。少し治ったね。はい、大丈夫よ。あなたこそ気をつけなさいよ。はい、ありがとうね。あ、お疲れっす。エルちゃん、ご苦労さん。あ、お疲れした。じゃあね、おば。シェイク見てもまあまあ美人だね。いつもそう思うなら今日だけ言うな。だからよね。はい、ヨウちゃん今日はもう終わりね。うん。はい、ヨウちゃん。なんてね、上等にして。うん、ちょっとね。はい、あのチラカギの彼女とデートでしょ。デート？違う。違うさ。妹。妹が島から出てくるからさ、高校受かったからよ。あんた妹いたね。いるさ、泣きたこさ。俺に言ってデージ頭いいってば。何言ってる。高校の時ビリだったの誰か。ビリはお前だろ。お前が学校辞めたからだろ。だったなあ、妹ってどんな子か。可愛いか。別に。名前は。あ、ちょっと縦にしてみ。おー、ちょっと持っとけ。教えれ。俺が手出すでも思ってるば。親友の妹にそんなことするわけないやし。だからただの田舎もんさ、島育ちのガキ。色なんか真っ黒で男みたいなやつよ。島の相撲大会でいつも一番さ。相撲大会。うん、言い強くてしょうがないばよ。おい、俺交番戻らんと。後でまた来るからよ。ちゃんと紹介しれよ。べえ、絶対紹介しない。しれよ。べえ。
事にしてあげなくちゃダメよ。あの子は今日から陽太の妹になるんだから。お母さんさ、結婚したの。大丈夫だった？ここんとこちょっと切っただけだから大丈夫だよ。陽太か？カオル、よろしくな。カオルちゃん、ニーニーだよ。今から妹連れてくるからね。お父さん、どっか行っちゃった。Thank you.
さっぱりした。ほっさき。ねえ、このカーテン、ニーニーが選んでくれたの？あ？なんでよ。なんか、かわいすぎっていうか、子供っぽいっていうか。ちょっと守備悪いんじゃない？ちょっとさ、なんで？カオル、カオル、そんな格好で歩き回るな。なんで？女の子だろ。いいから早く手伝わんか。ああ何？ニーニーがこんな口うるさいおじさんになってるとはね。おじさん？俺まだ21だよ。なんで？二十歳過ぎたらみんなおじさんじゃ。はい。何？何これ？大丈夫し。ええ、何のために調子免許持ってると思ってるか。ニーニーさ、うん、将来お店出すって本当？うん。冗談かと思ってた。俺はよ、やるって言ったことをやるわけよ。着々と計画は進行中。カオル、召し上げんよ。してるばも。お、今日はこっちで寝る。あ、ダメさ。お前そっちの部屋あるだろう。いいさ、久しぶりだのに。お前怖いわ。え？雨の音。違うよ。怖いんだろ。違う。ニーニーと話したいことたくさんあるし、今日だけだよ。難しいね。おばあ寂しがってたよ。ニーニー全然島に帰ってこないしさ。いろいろ忙しかったからさ。高校も勝手に辞めちゃうし。カオル。何？お前、せっかくいい高校受かったんだから勉強頑張れよ。島の同級生でお前だけなんだからな。分かった。ねえねえ、ニーニー知ってる？隣のみーちゃんさ、とうとう結婚したんだよ。うそ。本当さ、八つも年下だよ。そしてからね、安おじに彼女ができよった。マジか？
動してからさ、昨日は悪い行動してからさ、ふーたんどこかわからなくなってからさ、一緒に船に乗ってきただろ。お母さんは沖縄にいないの？お母さんは死んじゃっただろ。死んだ人はどうなるの？それは分からんよ。涙が出そうになったらさ、こうすんだ。そうすると涙が出なくなるってお母さん教えてくれた。都会は人がいっぱいいるさ。ここだけで島の人全員くらいいるんじゃない？ねえニーニー。うん、ニーニーと二人でドライブってさ、生まれて初めてだよね。うん。なんでねニーニー。気分悪いの？うん。じゃあ何？ちょっと。ちょっと何？は？ちょっと紹介したいからよ。何を？なんだよニーニー。あの。お前のお母さんプレゼントしてくれた人、ケイちゃん。こんにちは。バカる、そういうことばよ。ゲヘヘ、もうニーニーよ、なんでもっと早く教えてくれんの。こんにちは、あの妹のカオルです。はじめまして、稲峰恵子です。カオルです、新垣カオルです。そう、琉球大学の医学部なんですか？そうだよ、なあケイちゃん。すごい。お前さ、勉強でわからんことあったら何でも聞いとおけよ。なんでニーニーが威張ってるわけ？私でよかったらどうぞ。はい、よろしくお願いします。だけどニーニー、どんなしてこんな美人で頭のいい彼女見つけたわけ？それは俺の実力さ、俺の男としての魅力。何があったんですか？どこでナンパされたの？聞けよ。何があったんですか？言っていい？別にいいけど。私が友達と飲んで酔っ払って、男の子にナンパされそうになったのをね、お兄ちゃんに助けてもらったの。恵子さんが大学に受かってちょっと浮かれてたの、その頃。その時お店で働いてたその人にガツンと説教されて。なんて？女の子はちゃんと自分で自分を守らんといけんって。ふん、偉そうですね。そうなの、偉そうだったのね、ニーニー。ちょっと待って、あなたの方が年上でしょ。あ、気にしてること言った。もうそういうところがダメなんだよ、ニーニーは。ええ、お前が言うの。すいませんね、こんなにね。ええ、キキ。あ、
るいのね、カオルちゃん。子供なだけさ、島には娯楽がないからさ、興奮してんだよ。それだけじゃないと思うな。あ？やっとお兄ちゃんと一緒に暮らせて嬉しいのよ。それにきっと陽太くんが思ってるほど子供じゃないと思うよ、カオルちゃん。でもこれから陽太くんの部屋泊まれなくなっちゃうね。それがさ、なんかこう恐ろしく変なものなわけよ。なんかこう、でかいおじいが吐くみたいので、なんかこう、やっぱ見たことあるな、ケイちゃん、ヨウタのそのパンツ。抱くよ。何しゃべってたま。お店出すためにお兄ちゃんお金貯めて偉いねって話よね、みどりちゃん。そうよ、食費浮かすためにさ、うちの残り物を全部持っていくとか、市場のおばあたちにもやしからパンツまでもらってるとか、そんな話は全然していないよね。ああ言ってないよ。あとはあの車はうちからタダで持ってったとか、あの部屋は物置だったの改造して3000円で借りてるとかよ。全然言ってないよ。あ、それからあのベッドは診療所の取り壊しの時夜中にこっそり持ってきたんだよ。そうだったわ。ケイちゃん。だけどやっぱり兄弟だね。笑い顔なんかそっくりさ。あんたたち本当に同じ顔して笑ってるよ。ああ本当ですか。もうやん。お前それどういう意味か。なで。すいませんね、お客さんうるさくて。あ、いえいえ。おかわり作りましょうか。あ、じゃあもう一杯。あ、じゃあ俺が。お願いね。兄さん、昼間市場で配達してる人だよね。あ、はい。そうか、店出したいんだ。若いのに偉いね。別に偉くなんかないっすよ。そうですよ。本当に店出してから偉いって言ってやってください。これ以上私のこと傷物にしないでくれる。大げさだな。見てくださいよこれ、小さい時に階段から落とされたんですよ。4針も塗ったの。本当だ。何言ってるか、自分で勝手に転んだんだろう。違うさ、ニーニーが追いかけてきたんでしょ。お前覚えてるわ。覚えてないけど覚えてるよ。何それ。痛かったのを覚えてるってこと。執念深いな。執念深いよ、ニーニーに似て。うわぁ、何これ。大森。うわぁ、大丈夫か。何してるの。大丈夫か。あ、すいません。あ、大丈夫か。すいません。なんですよ、妹。私たち新入生は今日晴れて
この那覇北高校で待ちに待った高校生活をスタートさせることができました。これから始まる3年間を自分自身にとって貴重で大きな価値のあるものにしていきたいという思いでいっぱいです。私たちが今踏み出した第一歩はある大きな節目に値します。これからは自分で決めた目標に向かって前進していくことになります。ねえねえ、気をつけてよ。ああ、今日もっと美人になってるさ。顔も見ないでよう言うわ。だからよね。We see mountains and oceans. We see mountains and oceans. We don't see any borders. We don't see any borders. もう何してるわ、もう。顔ちょっと貸してみ。はい、初10本を仕込んどいて。はい、こんばんは。どうも、元気で。さあ、今日も飲もうね。まずはビールもらおうかな。はい、あ、お願いします。妹さんも元気で。はい、もう相変わらずバカですよ。もうニーニー、なんで起こしてくれない。何回起こしたら起きんかっただろう。行ってきます。おい、ちゃんと飯食べれ、カオル。カオル、間に合うか。はぁ、間に合うか。わからん。もうちゃんと捕まっておけよ。どうもありがとう。ごめんね、遅くまで付き合わしちゃってさ。え、勉強大変なんじゃないの。来年は国家試験だしさ。いいよ、何言ってるの。久しぶりね、こんな風に二人だけになるの。最近いつもみんなと一緒だから。見つかっちゃう。感じになりそうさ。おかげさまで。あ、これ例の書類忘れないうちに。はい、確かに。すいません、何から何まで。いや、あんた見てると若い頃の自分を思い出してね。俺もさ、ちっちゃい頃に両親亡くして苦労してるもんだからさ。安心や、またね。どうもありがとうございます。
忙しいのにいろいろ見せてもらっちゃってありがとうございました。ううん、いいのよ。どうせ受けるんならいいところ目指せって。ニーニーがまだ2年なのにほんと気が早いんです。自分は途中で高校辞めちゃって学歴なんて関係ないっていつも言ってるくせに私には反対のこと言うんですよ。お店の方は進んでるの？毎日夜遅くまで。恵子さん、ニーニーなんであんな頑張るんかな。そりゃカオルちゃんのために決まってるじゃない。ヨータ君は自分をお父さん代わりだと思ってるのよ。だから早く独立してカオルちゃんにできる限りのことをしてあげたいんじゃない。でもよかったね、夢が叶って。恵子さん、ニーニーと結婚とかしないの？え？だってもう4年も付き合ってるんでしょ。そういう話とか出ないの？そうね、そう言われればないね。ニーニー以外の人好きになったこととか。いやだ、どうして？だってさ、かっこいい人とか頭いい人とか周りにいっぱいいそうだし、なんでニーニーなのかなって。そうね、どうしてだろう。あ、認めてる。かわいそう、ニーニー。カオルちゃんが先に行ったんじゃない。カオルちゃんが一番よく知ってるんじゃないね、ニーニーの素敵なところは。何か差し入れ、今日も夜遅くまでやるんでしょ。なんでか急に。別に愛だよ、愛。なんか思い出す、昨日のあの店。美味しかったな、お母さんのタコライス。楽しかったよね、あの頃。ねえ、ニーニー、これ塗っていい？やめとけ、服汚れるよ。やる。ヨータロー、ヨータロー、マジちゃん、ありがとうございます。はいはいはい、赤いよ。ヨータロー、妹のカオルちゃん。すごいでしょ。ありがとうね。それでは皆さん、こちらに発表します、はい、じゃーん。ナンクル？ナンクルないさ、あのナンクル。なんとかなるさってね。めちゃめちゃニーニーっぽい。お前さ、どういう意味か。ちょっとみんな、ナンクルか、商売が滝だな。よく言いますよ。まあみんな座って座って。この生き物のよ、俺の力作。これ従業員は当分は一人で。大変だな。人雇うとお金もかかるさね。いいね。だから私学校から帰ったら手伝うって言ったさ。お前はそんなことしなくていいよ。そんな暇あったら勉強しれ。なんで？いつも言ってるさ、勉強できるんだから大学行かないともったいないって。俺はこの美貌と体力で人生乗り切ってるけどさ。ビーボー？ビーボーよ、ビーボー。まあ、何か？何か？まあまあまあ、とりあえず乾杯しよう、乾杯。ケンちゃんは？ああ、実習で遅れるから先にやっててって。じゃあ、ヨータ。それじゃあ、ただいまご紹介に預かりました。誰も紹介してないから。私、荒垣陽太郎でございます。16の年から本島に来まして、苦節、何年でもいいよ。まあ、とにかく皆様のおかげで
店を持つことができました。マスター、みのりさん、本当に今までいろいろ教えてもらってありがとうございました。本当にありがとうございました。これまで多々苦労はありましたが、もう長いよ。飲もう飲もう、早く飲もう。乾杯。おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありがとう。すいません、今日はまだ開店明日からなんですけど。ここで何やってんだ。どういうこと。それがよくわからないんです。お店の本当の持ち主って人が急に来て、お店売った覚えなんかないって。そんな、あそこ取り壊して新しいビル建てるんだって。亀岡さんは何て言ってるの。全部亀岡さんにやってもらってるんじゃ。それがよ、行方がわからないんだって。会社も電話番号ももう使われてないって。それって、あ、陽太くん、ニーニー、やられた。見事に騙されたさ。大失敗。なんかお前ビビらせるな。これ何や。ニーニーが16の時から仕送りしてくれたお金。おばあ使えないって貯めておいてくれた。いざって時に使いなさいって。だから俺はカオルイに送ったお金さ。お前がいざって時に使え。ニーニーのいざは私のいざでしょ。違うの。ニーニー心配すんな、なんくるないさ。早く寝れ。
かがあんな悪いやつだったとはね。ほんと参った。俺デージマヌケやつさ。だからよ、騙されるんだよ。マヌケずらして。いい薬だ。おばあ言い過ぎだよ。かわいそうよ。うん、いいよいいよ。おばあの言う通り。ほんと俺がバカだったわけよ。ヨータ、へこたれるんじゃないよ。そんなことぐらいでへこたれたら、おばあなんか遠の昔に。あの世行きさ。はい、これ夕飯のおかずにして。おばあいいよ。せっかく冷えとったのに。打ったらいいさ。おばあ。荒垣与太郎くん。どうぞ。どうぞ座ってください。冷たいもん、冷たいもん出しますね。いいから、いいから座りなさい。はい、話は稽古から聞いたよ。災難だったね。君は悪い人間でなさそうだが、しかし少々人が良すぎるね。これであんなところとは縁を切りなさい。これ商工ローンと穴ばかりで、あれはマチキンだ、マチキン。とにかくこれで綺麗にしてしまいなさい。でもいくらケイちゃん、あ、いやケイコさんのお父さんでもこんなことまで俺、そんないくらなんでも。私はいずれあの子にうちの病院を継いでもらおうと思ってる。君はこれからどうするつもりか。付き合ってればそれでいいと若い時は思うかもしれん。でも置かれた環境が違う人間が一緒にいても必ずズレが生じる。遅かれ早かれそういう時が来るんじゃないかな。それはケイちゃんと俺じゃ釣り合わないってことですか。このお金で別れろって。君は私のやってることがいやらしいと思うかもしれん。しかし私にしてみればこれが。出て行ってください。あなたの力は借りません。僕は自分でやりますから。今の君に何が。出て行ってくれよ。できたよ、食べよう。冷めるよ。けいちゃんからいいの？
話があるの。父のこと話したいの。謝りたいの。カオルちゃん、いるなら開けてもらえない？そんなつもりじゃなかったの。ねえねえ、そんなつもりで話したわけじゃないの。ただあなたを助けたかったの。それだけなの。ねえ、陽太くん、お願い、話したいの。いいの、ニーニー。ニーニの成績なら第一志望は琉球大学の法文学部で問題ないと思いますよ。そうですか。ああ、よかったさ、ガオラ。ああ、でも油断は禁物だからね。夏休みが一番大事だから気抜かないようにしないと。はい、頑張ります。で、僕が頑張ってもしょうがないですよね。頑張れよ、ガオラ先生。今後ともよろしくお願いします。カオル、ただいま。あ、おかえり。早かったね、今日。なんかお前、髪ボサボサだよ。いや、なんかさ、この問題難しくってさ。難しいとなんで髪の毛がボサボサになるわけ？意味わからん、お前。勉強進んでんのか？うん。夏休みが勝負だって先生言ってたし、頑張らんとな。
あのさ、ニーニー、大学のことなんだけどさ、やっぱり私、ニーニー、市場のおばさんたちに聞いたの。配達やめちゃったの？こっちの方がお金になるからね。夜も遅くまで働いてるってみんな心配してた。それくらいしか能がないからさ。借金まだ大変なの？ペイちゃんが心配することじゃないさ。それよりどうしたの？びっくりしたよ。私ね、受かったよ、国家試験。そう、よかったさ、おめでとう。そっか、すごいな、ケイちゃんとうとうお医者さんか。まだあと2年研修医よ。本当の医者になるのはその先。病気になったら診てもらわんとね。いいわよ、任せて。でも俺、風邪もひいたことないからな。ケイちゃんに会いたくなったら、無理してでも病気になるしかないか。陽太くん、私…ケイちゃん。ケイちゃんとはもう、会えないさ。父のこと…まだ怒ってるの？違う、そんなんじゃない。ケイちゃん、これから新しい道進むんだし、もともと遠い人だったのに無理やり一緒にいただけの気がする。なんでそんなこと言うの？私はそんな風に思ったこと一度もないよ。うそー、ずっと持ってたくせに。ケイちゃんは俺なんかと付き合ったらダメだ。もう戻らんと、仕事サボると給料減らされちゃうからさ。私はいつも寂しかったよ。カオルちゃんが来てからはずっと。私が医者になるとか、お父さんがあんなことしたとか、本当は関係ないんじゃない？本当に好きだったらそんなこと関係ないんじゃない？関係ないことないよ。やっぱりそれは関係ないことないよ。
なんかお前その格好。友達に借りた。ちょっと小さいんだけどさ、似合う？うん。早く行こう。演奏終わっちゃうよ。妹に見とれて。違う、何言ってるの。まあ確かに最近綺麗になったよな、かおりちゃん。そうか。うん。あ、え、どういうことか。アバイトってニーニーに説明してみ。ただ少しでもニーニーの助けになればって思って。今がどういう時だと思ってれば。だって本当のこと言ったらニーニー怒ると思ったから。当たり前さ、受験生が何やってれば。ニーニー、え、なんでそんなに大学大学って言うの。なんでそんなに大学行かせたいのか全然わからんよ。本当は高校だって今すぐ辞めたっていいよ。何言ってれば。俺が誰のために働いてると思ってれば。それが嫌だわけさ。そういうニーニー鬱陶しいよ。お前のため、お前のためって。そんなに大学行かせたいんだったらニーニーが行けばいいでしょ。自分の夢勝手に私に押し付けるのやめてくれない。ニーニー、ニーニーいつも学歴なんて関係ないって言ってるけど、一番そのこと気にしてるのはニーニーでしょ。ケイちゃんと別れたのだって。私はニーニーの妹だよ。妹がニーニーのこと助けたいと思ってはダメなわけ。私ニーニーに苦労かけてまで大学なんか行きたくないよ。もう子供じゃないんだから、自分のことは自分で考えるから。だからニーニーも少しは自分のこと考えればいいんだよ。朝から晩まで働いてばっかりじゃなくて、私のことばっかりじゃなくて、もっと自分のために好きに生きればいいんだよ。
こ行ってたわ。こんな時間まで。ひいに。ごめんね。ごめんなさい。今年はいい年になるな。ニーニー、え、私ニーニーに相談したいことがある。ちょっと待っとけ、今用意するからよ。乾杯の前に話したいの。だからちょっと待っとけ。ニーニー、私この部屋出ていく。は？前からそう思ってたの。部屋は狭いし、もう大学生だし、学校の近くに住んだ方が便利だし。お前お金はどうするば？お金のことは心配しないで、なんとかなる。なんとかって、奨学金ももらえるみたいだし、バイトだって。何言い出すわ急に。急じゃないよ、前からそう思ってたことだから。部屋が狭いんだったら二人で少し広いところに引っ越せばいいさ。俺もそろそろここは限界だと思ってたからよ。ていうか限界超えてたよな、初めっから。私ニーニーのこと好きだよ。何言ってるばお前。私もニーニーから離れて一人でいたい。なんで、なんでよ。理由なんかないよ、ただもう私も大人だから、高校も卒業したんだから、そう思っただけ。そりゃあ男だ。男、好きな男ができたわけさ。カオルちゃんだってもう18でしょ。彼氏ぐらいいたっておかしくないわけよね。えっていうか今までいない方がおかしいし。ちょっとようちゃん、あの子が何の経験もないと思ってるんじゃないでしょうね。経験18よ、あの子ナイスバディよ。ここは沖縄よ。ああ、このニーニーじゃ出てきたくもなるわ。実は俺だわけよ。俺が彼氏。ごめん。お前って言ってみたいな。ドゥー。ドゥー。言いにくいんだけどよ。俺、変な噂が聞いたんだけど。え？噂だよ噂。あ、俺が見たわけじゃないからな。なんで私に言うこなして。あ、なんだよマスター。ハイダウェイって古いライブハウスがあるだろ。あそこで
中年の男の人と会ってたみたいなんだよな。誰がよ。誰がって、カオルちゃんさ。あいつの方から声かけてきた。参ったよ。俺最初全然気づかなくてさ、わかんねえもんだな女って。恐ろしいな。どこにいたんですか今まで。1年ぐらい前かなこっち戻ってきたの。それまではまああちこちな。三つ江死んじゃったんだってな。気立てのいい本当に優しい女だったのにな。俺カオルに言ったんだよ、兄貴にも三つ江にも感謝しろって。血のつながりもねえのに育ててくれてさ、こんな年まで面倒見てもらっちゃって。今まで世話になりっぱなしだったんだから、もう兄ちゃん解放してやれって。それで、カオルは…カオルはなんて…何を。だから、あんたの話を聞いて、あんたに対して。何も言わねえよ。なんで話したの。なんでってなんだよ。なんで話分かって聞いてんだよ。本当のことだろ。あんたそれでも聞かないか。違うか。分かってんのか。あんたが出てった後、おふくろが、カオルが、どんだけ、どんだけ。ヨウタ。カオルいい女になってたわ。ありがとうな今まで。
その傷。ニーニー、カオル、お前一人暮らししれ。そうしろ、その方がいいや。なんで？だってこれいいから。俺が持っていてなくしたら困るからよ。そんなことしたらしなすよ。わかった、預かっとく。元気でな。いいによ、別に一生の別れじゃないんだからさ。会いたくなったらいつでも会えるんだし。旦那、ニーニー、ん？私ニーニーのこと大好き。愛してるよ。バカかお前。早く行け。分かった。じゃあね、ニーニー。
ネーション。一つの国家の偉大な業績というものを伝えるという役割になります。ネーションといっても、シェイクスピアはイングランド人ですので、彼はイングランドの名誉と誇りとを伝える詩人といえます。どうする？みんなで手分けしよう。あ、それいいね。でもサークル何時からだった？3時からだよ。3時からか。じゃあカオル、また後で連絡するね。またね。またね。バイバイ。元気ですか？私は元気で大学に通っています。長い間手紙も書かないでごめんね。あれからもう1年半、本当にあっという間でした。私ももうすぐ20歳、来年は島で成人式です。ニーニー、今だから正直に、あの人にお父さんに会った時、私やっぱり心のどこかで嬉しかった。お母さんや私たちを捨てたどうしようもない人だけど、それでも自分のお父さんが生きてそこにいたことが嬉しかったのです。でもね、私はあの人を家族とはどうしても思えなかった。あの人に愛された記憶は一つもないんだもの。ニーニーと別れて、私は本当に今までずっとニーニーに守ってもらっていたんだってことに改めて気づきました。私にとってニーニーは今でも一番大切な人、私のかけがえのない家族です。そのことだけは絶対忘れないでね。今度のお正月はどうするのですか？私は成人式に、おばあや島の人たちに今まで育ててもらったお礼を言いに島に帰ろうと思います。その時ニーニーにも会えたらいいな。もう一度話ができたらいいな。元気で仕事頑張ってね。ニーニーの夢が叶うことを心から祈っています。カオル。はい、100円のお返しです。ありがとうございました。
超大型で非常に強い台風28号は沖縄の西にあって北に進んでおり、ケラマ・アグニ諸島は暴風域に入っています。12月に沖縄県に台風が近づくのは非常に珍しく、1984年以来21年ぶりとなります。この時間は台風は中心気圧が急激に下がっており、勢力を増し速度を上げ本島地方に近づいています。ねえねえ、ミニが来てくれなかったら大変なことになってた。今着替え用意するから。どうしたのミニ？大丈夫？すごい熱、お医者さん行こう、近くの病院さん。大丈夫、
寝てれば熱なんかすぐ下がるから。そんなこと言ったって。大丈夫ってば、心配すんな。どうして、どうして来てくれたの、こんな熱があるのに。泣き声が聞こえたような気がしてさ。泣き声なんかよ、カオルが泣いてるような気がして。それで約束したからさ、母さんと。大丈夫、ニーニー大丈夫。やっぱりダメだよ、お医者さん呼ぼう。こんな日に見てもらえるかな。もうすぐだからね、今救急車来るからね。俺かっこ悪いな。え、カオル助けに来たはずなのに何やってんだろうな。何、俺本当にかっこ悪いな。ねえねえ、私ニーニーにずっと会いたかった。ニーニーと離れてから毎日会いたくて仕方がなかったよ。何言ってるわ、自分で出て行ったくせに。そうだね、そうだよね。知ってたよ、ニーニーが本当のお兄ちゃんじゃないってこと。え、初めて会った日のこと今でも覚えてる。だけど本当のこと言ったら、ニーニーが目の前からいなくなっちゃうような気がして、一人ぼっちになるのが怖くて、それでずっと私知らないふりしてた。
り準備してあるから。すいません。清太くん、どうした？お願いします。心筋炎。風邪のウイルスが入り込んで心臓に炎症を起こし、心臓の動きが低下してます。採血の結果を見ても炎症の値も高いし、栄養状態も良くありません。もともと体の抵抗力が下がっていたようですね。お兄さん、ずいぶん無理されてたんじゃないですか？安静にして休養が必要です。入院して様子を見ましょう。はい、ありがとうございました。驚いた。まさか陽太くんが。どうしてこんなになるまでほっといたの？恵子さん、私今ニーニーと別々に暮らしてるんです。私が大学に入ってからずっと。今日本当に久しぶりに会って。そう、カオルちゃん、私ね、もうすぐ沖縄を離れるの。え？本土の病院に就職することにしたの。そうなんですか。二人にはもう会えないと思ってた。不思議ね。そんな時電話がかかってきたのよ、カオルちゃんから。突然ブラックになった。完全ボイスブロックだ。ペースメーカーの準備。陽太くん、陽太くん。恵子さん、ニーニーも。サチュレーションは80です。送管の準備。はい、ごめんなさい、すみません。血圧は測定できません。エピ用意して。ジャンプ。
走り方さやありがら先情けやておる。こんなところで何しているか。おばあ、ニーニーはどこに行っちゃったのかな。まだ信じられないよ。ニーニーがいなくなるなんて。カオル、おばあがカオルの頃ね、一番好きだった人が戦争に行って死んでしまった。悔しくて悲しくて泣いても泣いても涙が止まらなかった。でもね、おばあは結婚して子供が生まれて、あんたたち孫もできて、こうして長く生きた。人にはね、長い命と短い命、それぞれいろんな命があるさ。25年がきっとあの子の寿命、仕方ないさ。あごろ、我慢しないで泣いていいよ。悲しい時にも、うんと泣いていいさ。でもね、ニーニーは亡くなったけど、ちゃんと言えるよ。この島の遠い遠い南の果てに、おばあが好きだった人も、おじいも母ちゃんも、ニーニーも、みんなそこにいるよ。みんな楽しく暮らしているさ。いろいろありがとうございました。カオルちゃん、困ったことあったらいつでもうちにおいでよ。はい。おばあ、なし、いちょびらふ。
荒垣さん、荒垣香織さんにお届け物です。あ、はい。荒垣香織様、成人おめでとう。香織もとうとう二十歳ですね。今まで何もしてやれんかったけど、記念に着物を送ります。きっと香織に似合うと思う。いや、絶対同級生の誰よりも綺麗だぞ。香織に手紙をもらってから俺もいろいろ考えました。香織の成人式には久しぶりに島に帰ろうと思っています。カオルーの言う通り、おばや島の人たちみんなに感謝しないといけないな。その時は一緒にお酒を飲もう。それからいろんな話もしよう。その日を楽しみに俺も頑張ります。そしていつかきっとでっかい店を出すぞ、なんてな。体に気をつけて勉強頑張れよ。ニーニーより。